万党の黄金は、1997年に、刊行されたアガサクリスティの短編集、及び収録されている短編のタイトル、全12編からなる。本書は、新聞や検証小説など、クリスティの生前には収録されなかった作品を集めた、周囲集である。また、早川書房の短編集に限っても、バグダッド大仏の謎は、黄色いアイリスに収録済みだったが、 再録にあたって解約された。関東に編纂者、トニー・メダウォーの前書きが付けられている。イギリス版には、夢の家から光が消えぬ限りまでの急編が収録されている。各話に書質掲載紙等を解説した後書きが、表題作、満頭の黄金にはそれに加えて、前書きが付く。アメリカ版は、バグダット大逸の謎、クリスマスの冒険が、スペイン逸の秘密。 クイーン氏の T セットに差し替えられ、配列も違う。早川書房から出版された単行本、万刀の黄金、クリスティ最後の贈り物や、早川ミステリ文庫版は、イギリス版の内容に、クイーン氏の T セットを加えたもの。文庫版の巻末の解説は、作家の若竹七回、クリスティの安らぎの罠。クリスティ文庫版にはさらに1971年の、 短編集ザゴールデンボールアザーストーリーズより白木蓮の花愛犬の詩の2編が追加されている。間末の解説は作家の藤村泉のクリスティ女王に感謝。アガサ・クリスティ・アワーはアガサ・クリスティのミステリー短編を原作とし1982年に放送されたイギリスの1時間テレビドラマのミニシリーズ。制作はテムズテレビ。シリーズは 1982年9月7日から11月16日まで全10話が放送された。そのうち1話は満島の黄金収録作より取られている。クリスティ文庫版で追加された、クイン史のティーセット、白きれんの花、愛犬の詩の3編には付かない。クリスマスの冒険、クイン史のティーセットの本編以外はすべて中村太子役。2013年観光の文春文庫のアンソロジー。 嫌な物語に、中村太鼓イコールワケで収録されている。マンチェスターの新聞。1987年刊行の、早川ポケットミステリー1491、ジョージ・ハーディングイコール編、現代イギリスミステリー傑作集1に、小倉隆氏イコールワケで収録されている。1985年刊行の新潮文庫、青い壺の謎に、中村太鼓イコールワケで収録されている。 ありがとうございます。